シングギャングのあずさです。今日はですね、川に入ってくるサメということで、まあ、リバーシャークですね。フィッシングギャングがスタートしてもう何年もやってる釣りなんですけど、ここ数年そのリバーシャークをルアーで狙って釣るという新しいスタイルをですね、確立しつつあるので、今回はその釣りを深掘りしながら紹介していきたいと思います。リバーシャークを狙う上で使うタックルなんですけど、もともとリバー GT を狙ってる時にサメが現れて、それもついでに狙ってたのが、まあ、きっかけなんで、リバー GT を釣るタックルと全く同じです。 GT と一緒に狙う上でですね、いくつか違いがあります。まあ、大きな違いはサメの引き波が、 GT に対してサメは結構遅くてダラダラしたような引き波になります。その辺で円を描いたりとか、まあ、上流に登ったかと思ったらまた下ってきて上下行き来したりとかですね、なんかイレギュラーな動き方をするのがサメの引き波です。それに対してまあ GT は直線的で、まあ、ある程度スピードもあってなかなかこうイレギュラーな動きはしないんですけど、引き波を見つけた時に、誘い方がまあ変わってきます。まあ、アプローチの仕方としては、まあ、例えば下流からこう GT がバーって登ってきたのを発見して、こう登っていく GT に対してこう投げるともう食わないんですよね。それに対してまあサメはですね、別に通り過ぎて後から発見したとしてもその場から投げて食わすことができます。なのでまあ GT よりは食わせやすいと思います。そしてもう一つですね、サメの場合はですね、あまり目が良くないので、ちっちゃいルアーだとなかなか食わしきれない、追ってはくるんですけどなんか食わないっていうことが多いです。なのででかければでかいほどサメは食わせやすいので、その辺も GT との違いがあってゲーム性があって面白いなと思ってます。おー、よっしゃ、食いました。よっしゃ、食った。うわ、よっしゃ、マジか。これまさかのサメかもしれないですけどね。あ、GT かな。刺激。切れた。サメと GT のラインブレイクの違いなんですけど、 GT の場合はルアーを丸飲みして、で歯に当たってファイト中にブチって切れます。なのでルアーが口の外に出れば、ラインは口の中に入ってないのでラインブレイクすることはまあほぼほぼないです。ですがサメの場合はですね、こうやって外にかかってたとしてもファイト中にこう口が何度も開きますね。でそれでまあ首もよく振るんですけど、その時にたるんだリーダーがこう滑って口の中に入ってブチッと切れることがあります。なのでサメの顔をですね、常にアングラー側に向け続けるっていうファイトの仕方をしなければいけません。例えばこっちにじゃあ壁があったとします、はい、で壁があったとしてサメがこうやってきました。でそのまままっすぐ行くと壁にぶち当たるじゃないですか。それを嫌がってこの後必ず反転するんですけど、その時に向こう側に反転するか、もしくはそこを無理やり引っ張って顔をこちらに向けてここ側で反転するかで、ラインブレイクの確率はめちゃくちゃ変わります。で先日僕がラインブレイクしたサメはこう来てここに走らせてしまったんですよね。でそれによって口の中にリーダーが滑り込んで切れたんですよ。でそれなぜかというと、僕ちょっと GT なのかなと思ったんですよね。サメにしては結構走って引きが強かったんですよ。でそこで迷って GT だったことを考えて少し大事にファイトしようと思ってドラグを出したら、こっち向きに走っちゃってリーダーが口の中に入っちゃったということで、まあ、切れちゃったんですよ。なのでまあヒットした瞬間に相手の存在が分かればファイトの仕方が変わってて、 GT の場合は走らせても大丈夫なので少しドラグを出しながら大事にファイトします。
ですがサメの場合は大事にファイトすると口の中にリーダーが滑り込む恐れがあるので多少強引に引っ張らないといけません。そこがまあファイトの違いですね。サメ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 がいます。うわっ、うん、うわ、フッキングの性能なんですけど、まあ、もちろんルアーが大きくなれば針も大きくなるんですよね。でそれに対してやっぱりリバー GT のタックルって言っても、元々はまあバス用であったりとか10キロ以下の魚に対応したようなタックルなのでなかなか返しまで刺すことができません。結構ドラグを締めたとしてもそのパワーが伝達して針の懐まで貫通させることっていうのはなかなか難しいです。なので僕がちょっとこだわってるところといえば針をですね半分だけ潰してます。針の返しがですね全て立ってるとそこが抵抗になって針の懐まで刺さらないので返しをですね半分だけ潰してリバー GT のタックルでもしっかり懐まで貫通するような仕組みにしてます。サメとか大型魚なんですけどどちらかというと相手に合わせてもらいます。相手の反転する力を利用するんですよ。釣り人がこうやって合わせても魚が反転するパワーに比べたら大したことないんで一番大事なのはドラグ力ですね。ドラグを結構きつめにかけて魚が反転した時にこうドラグが滑り出さないようにガッと一回抵抗かかることによって懐まで刺さります。サメっすね。はい、でかっ、あっちで持ってる。うわ、オッケー、よし、よっしゃ、合わせてドンピシャ。でかいっすね。結構でかいなこれ。よいしょ。ああ、嫌な引き方。はい、これサメですね。はい、やばい、一番いってる。よいしょ、でかい、でかい、でかい。どうしよっかな。これ通れんな。せっかな。むずいなこれ。こっち向きに泳ぐ。そっかな。勝負つきました。サメです。結構いいサイズですね。まあいざかけて寄せた後にですねサメっていうのはやっぱり牙があるんで怖いじゃないですか。
それでまあこういったまあ水辺に降りてランディングするんですけど、まあ、サメは結構勝負ついたかなと思ってもその後暴れたりするんで弱らせないと危ない魚です。でそれでまあ僕がよく見るのがサメってやっぱり下道扱いとかあんまり好ましくないターゲットって思われてて、なんか雑に扱う人がやっぱ多いんですよね。こう抜き上げてこう地面に叩きつけたりとか、そのまま地面でも瀕死状態になるまで放置して外すとか、まあそういうのをやっぱよく見るんですけど、あのサメも GT と同じように一つのターゲットとしてですね、ちゃんと元気に返した方がいいと思うんで、さっきの半分だけ回収を潰すっていうのもそうなんですけど、半分だけ回収を潰すことによってリリースの際プライヤーですぐバチッと外せるので、そういった面でもスムーズにリリースすることにこだわってます。サメはまあもちろん牙も危ないんですけど尻尾も結構危なくて、はい、あれで叩かれるとサメ肌って触るとヤスリみたいになってるんですけど、こうバーンと例えば叩かれるとこうヤスリを持った手でこう叩かれてるのと一緒なんでこのなんて言いますかね、線が入るっていうか、あの傷が残るんですよね。まあ僕も足やられたことあるんですけど、サメのランディングは気をつけないといけないです。普通の方はまあじゃあ、うん、もう入るか分かんないですけど一応、はい、ネット、はい、そうですね、多いですかね、はい、ネットとか持って力が入るプライヤーが、まあこのリバー GT もそうですけど大物には一番必要ですね。やっぱかけることに一生懸命なりがちなんですけど、ヒットさせた後にリリースまでスムーズに行えてこそやっぱりゲームフィッシングだと思うんで、あの最善を尽くしてほしいなと思います。はい、2回あ、サメが美味しいね。あ、画面暗くなったけど大丈夫？あ、大丈夫です。すごいよ、すごい。あ、はい、切れたかった。ナイス。あー、重っ。何個落ちてる。よし、かっこいいシャーク。よしたおめでとうございます。おめでとうございます。おー、はい、まあそのサメなんですけど数は結構多いです。 GT と比じゃないぐらい多くてですね、国場川を含めて、まあ那覇のいろんな河川でですね、まあ、見ないことの方が少ないんじゃないかと思うぐらい、もう毎日のようにいるターゲットなので、もうこれだけやっぱ釣り人も多くて、大物っていうのはまあ身近になくてですね、いざじゃあ初めての挑戦で GT が来た時に結構テンパったりするんですけど、このサメっていうのはいい練習になります。あの体力があるんですよ、サメは。最後の最後まで引くんですよね。で人間が休んだらサメも休んで回復するんですよ。サメって言えばやっぱり一般的には食べないし、まあ、何のために釣ってるのって言われるんですけど、10キロオーバーとか大型魚である、まあ、サメとファイトを何度かすることによって確実に大物とのファイトは上達します。最初はですね、別にルアーにこだわらなくてもいいんですけど、大物に憧れてる方はあのファイトの練習としてはめちゃくちゃおすすめですね。はい、お疲れ様でした。いやー、なんとかもう3日ですかね、3日か4日ぐらい通ってようやくサメを釣ることができました。状況的に今日は大潮ということで、まあ、結構な数が海から入ってきてたんだと思います。でまたですね、雨の影響で少し濁りが入ったことによって、食いが良くなってましたね。結構見切りにくいというか、透けてると見切られやすいんですけど、幸いチャンスにつながりました。まあ、サメといえば結構ゲド扱いというか厄介者のイメージなんですけど、ルアーターゲットとして狙ってみると結構奥が深くて面白いので、興味ありましたらぜひ皆さんもやってみてください。今回もご視聴ありがとうございました。フィッシングギャングからのお願いです。釣りをする際には必ずライフジャケットの着用をお願いします。ライフジャケットにはこういうタイプがあります。腰巻き型、そして肩掛け型、そしてベスト型、こういったものがあります。磯釣りやリーフなど海での釣りをする方にはこちらのベストタイプがおすすめです。万が一落水や流されたりした時にライフジャケットをつけてるかつけてないかで生存率がぐっと変わります。竿やリールのようにライフジャケットも釣り具の一つとして着用をお願いします。フィッシングギャング。
さあ